Welcome to 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 Mari and Taka Happy Life。マガンダウマガー、マガ今日は、7月のあ、ごめんなさい、8月の5日土曜日、8月5日土曜日、でございます。土曜日といえば、タカの1週間に1回のお休みの日で、子供たちの、日本語の学校もお休みなんで、今日は家族4人で、とあるところに向かってます。どこ？とあるところで、ちょっとまああることをやるわけですけれども、ちょっとこの動画もしかしたら少し長くなっちゃうかもしれないけど、最後までご視聴お願いしますね。話したいこともいっぱいあるし、見せたいところもいっぱいあるんで、ぜひね、夏休みなんでちょっと長編になっちゃうかもしれないけど、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、今ね、国道464号線を、西白井駅のところをね、成田方向に今向かって走ってはいるんですけれども、行き先は成田ではありません。はい、でちょっとね、いい出来事があってね、今僕タバコしちゃってごめんね。いつもね、グローのこれを吸ってるんですよ。これなんかね、理由がわからないんだけど、最近コンビニ行くと1箱あたり50円安いんですよ、レジで売ってもらうと。なんでだかね、コンビニの人も理由がわからないけども、いつも2箱買うと1000円払ってたのに、最近2箱買うと100円お釣りくるんですね。なんで安くなってんのか、苦労、理由わかる方教えてください。まあ嬉しいですよね、値上げラッシュの中で。だ、最初ミニストップさんだけかと思ったら、セブンイレブンも安くなってるから、最初ミニストップのね、レジのエラーかと思ったの。だけどセブンイレブンもなってるってことは値下げされてるんだよね、なぜか。うん、私も欲しい。じゃあ同じタバコ吸えばいいし。やだよね。っていうことでね、今日もね、気温がね、35度になる、6度になるって言ってる中、とあるところに向かってます。夏休みなんでね、ちょっと子供たちを遊びに連れて行きたいと思います。です。それとね、ちょっとね、いろいろ理不尽なことがあってね、世の中ね、もういろいろある。うん、だからね、まあもしかしたらそういうこともこの動画の中で、ちょっと言わせていただくかもしれないけども、ぜひね、全部含めてマリアンドタカハッピーライフなんで、聞いてください。よろしくお願いいたします。じゃあちょっとね、夏のレジャーをエンジョイしてきまーす。レッツゴー、とあるところ。ちょっとまず一つ最初に皆さんに言いたいんだけど、まあね、マリアンとタカ、まあタカに対しての、まあ悪口だったり誹謗中傷、まあそれはね、まあ皆さんね、考え方違うから、まあ別に僕はもう気にしてません。で、あんまりそういう、なんていうんですか、サイトも見てないし、ただね、うちのマリちゃんとかね、ライブで共演する人たちのことまでね、含めて悪口とかを拡散してる、まあ、YouTuber さんだったり、そういう方はね、ちょっと、お見受けしたんですよ。でもうあまりにもね、ひどいようだったらば、今は、法テラスの方でね、少額訴訟とかもあるんで、うん、今 IP アドレスでね、誰が書いたかとかも調べつくんで、弁護士通せば。僕はやっぱりライブなんかね、仲間とね、やってますので、やっぱり身内、マリちゃん
もう含めてね、やっぱり悪口誹謗中傷事実とは違うね、ことをね、拡散してるっていうようなね話をね耳に入ってるんだけど、そういうことをね、もし今後もねあるようだったらば、動きますのでね、やっぱ仲間を、守らなきゃいけないっていう使命も自分はあるんで、その辺はね、この動画を見てて、僕らの悪口を拡散してる、それも、事実とは違ったことを拡散してる、そういう輩がいるみたいなんでね、そういうのに関しては、断固として僕は、仲間を守っていきたいと思ってます。なんで、そのこともね、もしこれ見てたらね、覚悟してください。よろしくお願いします。今ね、千葉北インターの近くですけど、渋滞はまってまーす。どうなってる？Happy camping。 子供たちはね、川に遊びに行っちゃってバーベキュー食べないっすよ。川に行っちゃった。何やってんの？ベースボール。イエーイ、熱い。イエーイ。
乾杯。乾杯、暑いよ。踊ってるね。子供たちはね、可愛いって遊んでもばっかり、あんまり綺麗な顔じゃないんだけどね。いただきます。はい。うん。いい。今日暑いね。暑い。ね、ああ。私も入りたいけど汚いじゃん。汚いよ、なんか皮。ねえ。まあまあ。うん。いいんじゃない。うん。前の皮は違うね。うん、違う。去年の皮と違うね。いいんだけど気をつけてね。何気をつけてる？死んでる人がいるから。わかる？はい。え？うん、見て。ないじゃんよ。何？朝。アリちゃん太ってるよ。太ってるよ。しょうがないんだよ。え？はい。少ないね。4人だから大丈夫だ。あと。焼きそば。いただきます。うん。いただきます。焼きそばでーす。はい。リコールしてないよ。
はい、川そんなに汚くなかった。見てきた。そう。どんな感じ？なんか、ゆるい流れ？うん。涼しいんじゃない？まあ僕はいいけど、川は。ね。いやー、暑い。まあでもこういうゆっくりね、たまにはね、もういつも配達地獄だからね、たまにはこういうゆっくりしたね、ところで、過ごすと。はい、うん。カラス鳴いてる、カラス。ああ。うん。あいよ。うん。ふってやったから大丈夫だよ。何ふってやったから。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ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 。大丈夫。大丈夫。大丈夫じゃないよ。あ、そう。痩せてください。なんで？だって、ピッグみたいだから。え？ピッグ。何ピッグ？ピッグ、豚。あ、そう。いらないの私。どんどん太ってる？いらないの私。どんどん太ってる。いらないの私。痩せてください。痩せてください。いらないの。いるけど痩せてください。じゃあいるね。まぐりするね、顔ね。じゃあいるね。はいはいはい。どうしよう、痩せるしかないよ。ね、痩せるしかないの。病気になっちゃうの。糖尿病になったらどうすんの。もう、死んじゃえばいいじゃん。私、捨てちゃうの。捨てるわけいかないでしょ。私あなた捨てちゃったらポリス捕まるよ。もう。そうだよ。そうだよ。あ、そう。でも愛してるの。そうだね。何そうだね。いいんだよ。何いいんだよ。マハルキタだよ。マハルキタだよ。はい。何いいんだよ。もう一回ラスインだね。もう終わり。ラスイン。一回ラスイン。じゃないよ。ラスイン。ラスインじゃないよ。終わり。全部ね、イカオの言ってる時は、うん、覚えてるんだよ。うまく言ったの。マリちゃんらしいんでしょ、もうね、もう、本当に困るよね。らしいんなんですよ、酔っ払い。ね、まあたまにはいいかって言いたいけど、毎週飲んでるからね、休み前ね。今ね、帰りの車なんですけどね、マリちゃんがらしいんで困ってます。らしいんじゃないよ。らしいんだよ。らしいんじゃないよ。酔っ払ってるよ。分かってるんだよ、らしいんだよ。分かってないよ。分かってる。同じこと何回も言うじゃん。知ってないよ。え、私ね、コンビニでミルクティー買ってきてって言ったらレモンティー買ってくるしね。だからミルクティーはないんですけど。なくないよ、ある、絶対あるよ。ないの？あるある。ないの？あるんだよ。あるんだったら買うんだよ。マリちゃんはフィリピンにいる時ヤンキーだったんだよ。だからなんでわかるんだよ。わかるんだよ、ヤンキー。なんでわかるんだよ。元ヤンだよ。だからなんでわかるんだよ。ヤンキーだから。だからなんでわかるんだよ。あ、そうだからわかるんだよ。そのるよ。なんでもわかるんだよ。そのるよ。ヤンキーの匂いがするもん。そうなの？そう。何の匂い？匂いだ、ヤンキーの匂い。何の匂い？ヤンキーの匂いなのよ。もうラスインでしょ？あ？ラスイン。何の匂いなの？もう困るんだよね、こうなるとね。あ？これからライブあるんだよ、バーへ帰ってから。何の匂いなの？ヤンキーで困っちゃうね。顔が汚いけど。うん。汚いくはないよ。楽しんでるんだね。誰が？子供たち。ああ。まあ汚いではないけど。魚いるんだから汚くないんじゃない？なんていうの？なんか土はなんか。砂。はい。砂。砂が。砂。砂が。砂じゃないよ。砂。砂が。砂が川の流れでこう混ざっちゃってるから水がきれいに見えないの。あ、でも魚がいっぱいいるって言ってたからきれいなんじゃないの。まあ魚はいるんだからきれいじゃないと。だって大井川とかいるって書いてあったもん。魚はいるんだからきれいと思ってるんだよ。イカオらしいんだよ。何が？イカオ。いや別に。らしいんだったらもう寝てるんだよ。
転は変わらないよ。運転は変わらないよ。私そのわけわかんないうちに死にたくないもん。死にたくないよ、わけわかんない。死にないよ。知らないうちに寝てたらもういきなりヘブンになってたら嫌だから。死にないの。私のあの何だっけ、私の死ぬ神が友達なんだよ。なんで子供たちが終わらないといけないんだよ。だからローレンスと変わってよ場所。なんでローレンス静かだから。ローレンス静かだから。そうやな、そうやな。あ、バイバイ来た。まだおとなしいんだよ。はいはい、おとなしいんだよ。おとなしくないやん。だってこれ YouTube 見てる人おとなしいと思わない。おとなしいんだよ。ほら引っかかっちゃったよ。おとなしいよ。